ストリア。オーストリア引くよ。皆さんオーストリア引くからね。チアゴシューバー上がるかな。チアゴシューバーワンチャンあるんじゃないか。狙うはアラバの実ですよ。ちょっと一回音楽消そう。今から引くんですか。今から引きますね。10万ぐらいですねこれ。行きまーす。もう食べても無駄だし。お願い、アラバ、もしくは無形で。アラバ欲しいな。アラバ、もしくは無形で。頼む。ありがとうございます。頼む。バルベルで来るよ。イングランド。うわー、ホビーボーンズ。めっちゃ当たりじゃん。ちょっとワンビーさんにめっちゃ期待してちょっとうわってなったけど、めちゃくちゃ当たり引いた。来たわ。いやー、運いいわ。これ当たりだね。これはいいね。いいな。よし、今週もう普通に当たり笑い。普通に当たりだよね。しかもバーンズ4-4になってるんですよ。レビューしますね。レビューします。いやー嬉しい。ナイス。ちょっとイングランドの思いが受け継がれた。おめでとうございます。ダンジョン沼、さよなら。バーンズ、僕も持ってるのでレビュー待ってます。いやー嬉しい。普通になんかワンビサカに期待しすぎた分ちょっと萎えてるけど、普通にめちゃくちゃ当たりだね。ですか。でもこのアカウントはアカウント的にプレミアが欲しい。もしかしてアラバより確定派作るべきじゃなかったですか。どっち EFL 確定はいいと思いますよ。フトビンで確認したら15分の6が作成コスト以下の選手でした。あ、6なんだ。終わりです。あ、モイズキンはお疲れ様です。じゃあ、2個目いきます。頼む。お願い。オーストリアを見たい。はまんないけど、チームに。お願い。ハズレ以外。頼む。イリシチだ。ダメだ。これイッシー？あー。エフル確約引いて外れ引いたらそれを溶かす流れ。イリシッチ外れた。の素材が手に入りましたよね。そうですそうです。イリシッチだったよ。狙いはもうイギリス勢二人ですね。すんげえ笑。これボタンの操作逆なの。です。ボタンの操作逆のむず。聞いても大丈夫でしょうか。イングランド攻撃。また音楽止めた。真夏さん OK でしたら OK だけお願いします。その後聞かせていただきます。よろしくお願いしたい。はい、じゃあ行きますね。ちゃんと罰をしたね。よし、頼むよ。イングランド来いよ。今回は欲しいよ。なんかさ、演出ちょっと違うね。あれちょっと僕なんか違う確約引いてますかね。これイリシッチ確約ですか。わらわらチーンわらわらさイリシッチはあるだけよ。なんか外れたとかじゃなくて、いやもう申し訳ない。イリシッチ役。いや申し訳ない。本当にもうね。あ、皆さんイリシッチが。イリシッチ欲しい方は代引き希望こちらまでお待ちしておりますよ。まあイリシッチは正直レートが高い分エドワールとかよりはまだマシですよね。まず笑い。やばい、自分でもちょっと国旗見たとき笑っちゃった。イリシチ今回3回目ですからね。僕あの初日にも当ててます、ちなみに。という方で。イリシチ
専門家。あの、皆さん、イリシッチ欲しい方は僕までお声かけください。まだマシ。まあ、あの、正直ね、めちゃくちゃ外れではないよね。トトーのクラウドマウライスってペースカンストでめちゃくちゃ強くないですか。マウライス強いですね、多分。確約ワンビでした。アブ大渋滞してます。わら。モレノさんピック引いた後万が一確約表にいたら引いてください。カチカチスカット。帰るとこなくて草。すいません、シーズン最優秀チームってまだ来ます。あ、来ますよ、シーズン最優秀チーム。いや、あ、了解です。あの、出てれば引かせていただきます。まあ、1個目から、まあ、気楽にやっていこう。これ、本当に好きなんだよね、俺。なんか、ピックってやっぱり一番ワクワクしない？腕はないです。ちょっと頼む。あれが欲しい。これどうします？重複してない方の方がいいですかね。ラファがトレカならあれですけど。わかります。じゃあ86ダブルまだ開けるのやめときましょう。86ダブルは多分来週プレミアの時がいいと思います。重複しない方で。したらスティンドルの方がいいかな。いや、頼む、イリシッチ来てほしい。おお、まあまあ、黒。81ピックで9号ロナウド、最強だね。いや、ダメだよ、渋いで、ね。ちょっと。来週まで待っときます。なんかやっぱり、代引きしてると、良くない説。頼むよ。そろそろちょっとウォークアウトぐらいが欲しい。ダメだね。え、めちゃくちゃ渋くない？なんかめちゃくちゃ渋い気がする。トトーメッシじゃなくてグリーズマンでしたね。なんかバペも来なかったですしね。やばい。もう人から代引き依頼が来なくなる。ああ、次コミュニティ確約お願いしたいです。あ、ぜひやらせてください。逆転ホームランこいこい。いや、もうバルベルで引いたらもう全部チャラになりますからね。やば。うわあ、ちょっと期待されたよ。こいこい。ちょっとフェルナンジーニョトラップだね、これ。イリシッチの呪い。イリシッチかアレオラでもいいな。頼むよ。おー、マーレス。なんか帳尻合わせてきた感が半端ない。二人ともリンクするし。頼むよ。あらばこい。ダメだね。ダメだね。逆転ホームラン来い。ちょっとウォークアウト欲しいよ、せめて。横浜の空高く逆転ホームラン打たないと。すぶくにして欲しそうに見ている。大目さんありがとうございます。いやー、ちょっとな。あらば来てほしい。いや、頼むよ。いや、もう今日絶望的だ。今日僕ダメですね。これ。僕からここで僕解任した方がいいと思いますよ。もうあと4つしかない。こんなに運悪いことある？ちょっとケイロさん引いてきますね。おい、来い。ああ、もうダメだよ。多分俺より運悪く弾ける人いないと思う、これ。今日ちょっとダメですね。あと3つだよ。諦めないで。諦めない。頼む。おお、ジョルディアルバ。まあ。
ザビエルさん、少々お待ちください。ケンヒロさんお礼なんていいですよ。ああ。できませんので。ケンヒロさん、これ最後です。皆さん、最後音楽消して弾こう。最後のピックを弾きます。ダメだ。もう俺の運は全部いかれましたね。サラビアで。いやー、ケンヒロさん申し訳ないです。はつらい、わら。やっぱここのスコールズのとこ変えたいですね。か。まあでも誰でも入りそうじゃないですか。このチームなの、本当に。いいな、カピタいいな。カルロス・アルフルとレマシーナ。ここの二人いいですね。羨ましい。ムバブもいますしね。じゃあコミュニティ活かしていただきますね。フレディリーさんありがとうございます。でもコミュニティは本当にアルゼンチンしか当たりがないから、こっちですね。あ、違う、コミュニティじゃないよ。これはコミュニティだから、普通だから、何でもいいな。エフルってアラバとかいる方でした。あ、違います、逆です。え、コミュニティ引いていいんですよね。だって、EFL ないもんね。コミュニティですね。そうですね。違います。EFL はアラバがいる方ですね。あ、違う。コミュニティはアラバがいる方。だから今日、僕がイリシッチを連発してる方です。ちょっとイリシッチだけはやめてほしいな。スケさん引きますね。OK でしたら、OK と一言お願いします。神引きこいこい。いけいけ。よし、じゃあ行きましょう。コミュニティお願いします。ちょっと音楽消そう。コミュニティ確約無期エレ欲しかった。あらば出るよう祈ります。頼むよ。オッケー。頼むよ。頼むから。ちょっとすごい引きなんやろな。イリシッチだけはやめよう。イリシッチだけはやめよう。頼むよ。誰？また外れたわ。いやー、外れたわ。いやー申し訳ない。モヒスキーンはガチ外れですね、多分。いやー申し訳ないな。モイは外れですね。モイは外れでした。モヒスキーンは、モヒスキーンは現在最安です。申し訳ねえ。一番悲しいやつ。いやー申し訳ないですね。スパサブで参りませんか。スパサブ使えないことはないと思います。ただやっぱこの選手3-3なのがちょっと残念かなと思いますね。まあ能力自体は強いんですけどね。こっから上がります。皆さん、スケさん、こちらこそありがとう。